はい、こんにちは。今日はですね、iPad の面白い 3D アプリを紹介していきます。Putty3D っていう可愛い名前のアプリなんですけど、粘土みたいにですね、画面をタッチするだけで 3D のモデリングができるっていう結構いいアプリです。で、これね、無料なのでぜひダウンロードして遊んでみてください。本当に遊ぶだけでもすごい時間の潰せるいいアプリです。で、今日はですね、その Putty3D の使い方と、あとこれでですね、天狗のモデリングをしてみたので、その映像も載せていきます。はい、じゃあ始めていきます。 Putty3D 立ち上げてもらって、右上にプラスボタンがあるので、ここから新しく始めていきます。今回は球っていうですね、丸い形のものから始めていきます。で、ざっくり説明するとですね、左右にツールバーっていうのがあります。で、右側にへこましたり追加したりっていうバーがあって、左側にブラシの大きさっていう、設定をする項目があります。こんな感じでですね、こうアップルペンシルでギューって押さえるだけで、丸い形のが追加されていきます。で、ツールバーの3段目、これがへこませる項目になります。タッチするとこうやってへこみます。で、左側の、上部のバーを上げると、そのブラシのサイズを、変更することができます。で、下部にあるのがこれ筆圧です。大きくすれば、たくさんへこむ、強くへこむし、バーを下に下げれば、へこみが緩くなります。で、こうやってですね、へこましたり追加したりってして、どんどん形作っていくんですけど、これ見た目以上にですね、すごい難しいです。で、こうやって貫通したりもします。で、回転させるときは手で回転させてます。で、アップルペンシルでタッチしたときに追加したりへこましたりっていう項目にしてます。で、ツールバーの4段目かな、これなんですけど、棒って言ったらいいんですかね、円柱形が現れます。で、こうやってちょっとなんか足みたいな、タコの足みたいなのを作って見てるんですけど、まあなかなか簡単にはいかないですね。で、これやればやるほど気持ち悪くなってきてはい、気持ち悪いですよねでもなんかね、癖になるんですよ。やってみてください。で、次ですね、5段目、指のツール、これなじませツールです。こうやってなぞってあげると、馴染むんですよ。なんて言ったらいいのかな、凹凸が少なくなるっていう感じです。こんな感じでフラットになっていくんですね。で、これが指のなじませツールです。で、次がですね、7段目かな、これが面のカットツールって言って、こうやってですね、飛び出てるところを平面的にカットしてくれるんです。なじませツールと似てるけど、なじませツールは柔らかくカットしてくれるのに対して、これはですね、平面的にこう削ぎ落としたような表現になります。で、次がですね、これ私もちょっとよく分かってないんですけど、遠近ツールかな、奥に行くと消えちゃうんですよね。で、手前に戻ってくると、スライドさせて手前に戻ってくると現れてくるっていう、ちょっとよく分からないツールです。で、その下にもいろいろツールがあって、これはですね、ドーナツ型の円盤みたいなのが現れてくるツールです。これでなんか花瓶とか作れそうな気がしますね。あと、なんだろう、フリスビーとかかな、もうそんなものしか思い浮かばないですね。なんか彫刻とかやってる人だと、なんか面白いの作れそうかなと思うんですけど、私ずっとグラフィックの世界で生きてきてるので、 3D になると一気に弱いですね。まあでも楽しいので使ってます。で、次ですね、上のバーに設置されている3つのアイコンについて説明していきます。一番左からライトで、真ん中がカメラで、一番右がですね、素材質感を選べる、項目になります。これも触ってもらったらわかるんですけど、ライトはですね、どこから当てるかとか、どれくらいの光の強さにするかを設定できます。
まあ、カメラはですね、どこから撮るかっていうところですよね。で、質感なんですけど、これがすごく面白くて、銀とかゴールドとか、あとブロンズとかですね、あと虹とかもありますね。いろんな質感にこれ変えることができます。で、これいろいろいじってるとですね、また違った見え方っていうか、違った表現の仕方ができるので、いろいろ試してみてください。で、このよくわからない円盤に最後トゲをたくさん生やして、この素材は終わります。でですね、今回動画で、説明できなかったんですけど、右上に書き足し項目があって、ここで JPEG とか PNG とかも選べたかな、書き出せます。で、あと 3D プリンターっていう項目があって、もし 3D プリンターをお持ちの方はですね、これ立体として、プリントすることができます。私は 3D プリンター持ってないんでできないんですけど、ぜひぜひなんか持ってる人はやってほしいなと思ってます。で、おまけなんですけど、この天狗の 3D モデリングをですね、私の友達が作ってくれました。私美術高校行ってたんですけど、その時のですね、彫刻とか、まあ、3D に強いお友達がいて、その子にですね、この iPad を渡したら、もうスルスルとこれを作っていてですね、もうびっくりしちゃいました。初めて使うんですけど、作ってくれました。しかも新幹線の中で、で、ちょうど画面録画を撮ったので、それを今流してます。で、出来上がりがこんな感じでですね、最後書き出してですね、 JPEG で書き出して、で、それをですね、プロクリエイトっていうお絵かきアプリに読み込んで、私がそれにですね、色をつけて、で、最後すごいなんかこわもてな天狗風で、これを完成させました。で、何か作りたいっていう目的がなくても、これ触ってるだけで本当に楽しいので、お子さんとかにでもですね、こうやって渡してあげたら、時間つぶしとかにもすごいいいんじゃないかなと思ってます。はい、ということで、今日はプティ 3D っていうですね、 3D アプリの紹介でした。また面白いアプリがあったらどんどん紹介していきます。では、ご清聴ありがとうございました。バイバイ。